長宗我部バーダス三好の最終決戦となった中富川の戦い。その激戦の行方とは。後編。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、前回に引き続き中富川の戦い後編について紹介していこうと思います。中富川の戦い。8月27日元親は軍を3つに分けます。まず高宗我部親康に3000を預けて中富川方面へ。長宗我部信親親義には主力の1万4000を指揮させて松水城の東方向へ向かわせます。そして残る6000は元親自ら率いて吉野川南岸の中島に集結しました。対する宗郷正康の軍勢は長宗我部軍より大きく劣る5000ばかりでした。本来であれば松水城にこもって戦うことが上策なのですが、もともと細川氏の守護所だった平城です。そのため防備するには手薄で籠城に不向きだったのです。また織田の援軍がない以上籠城すること自体意味がありません。そこで正康は天然の障壁である中富川を堀に見立て、ここを防御ラインとしたのでした。正康は昇降寺表に陣を構え、先陣に2000、本陣に3000の兵を配置し、中富川を挟んで長宗我部軍と対峙します。対岸には高宗我部親康の軍勢が展開していました。敵が中富川を渡る前に攻めかかり、そのまま追い崩すべし。まず初戦をものにしようと意気込んだ正康が下地を下し、2000の精鋭が一斉に渡河を始めたその時です。みるみる川の水かさが増し、本流となっていくではありませんか。なんだこれは。慌てふためく三好の兵たち。流される者、溺れる者、なんとか対岸へたどり着くも、敵に囲まれて討ち取られる者が続出していきます。これは長宗我部軍の巧みな策略でした。三好勢が川を渡って攻撃してくるのを見越して、あらかじめ上流をせき止めておき、頃合いを見計らって一気に放流したのです。三好勢の先陣はたちまち大混乱となり、わずかのうちに大損害を被ることになりました。そしてこの瞬間を見逃すまいと、親康は一斉に渡河を命じて反撃に出たのです。ちょうど頃合いもよく、信親、親義ら別動隊1万4000も駆けつけていました。一気に膨れ上がった長宗我部軍は三好の先陣を蹂躙し、正康の本陣へと迫ります。一方先陣の崩壊を見届けた正康は全軍を叱咤し、敵を迎え撃ちます。者ども、ここが死に場所と心得よ。踏みとどまって押し返せ。明らかに劣勢な三好勢でしたが、兵たちは鬼神と化したような戦いぶりで敵を圧倒しました。中でも怪力無双で知られた七条孫次郎の働きは目覚ましく、群がる敵を次々に打ち倒していきます。数で押し切ろうとした長宗我部軍も三好勢のあまりの頑強さに手をこまねくばかりでした。そこで一進一退の戦況を見た元親は命じます。敵は少数ゆえ、両翼から押し包んで討ち取るべし。核翼の陣形を取った長宗我部軍は戦術を包囲攻撃に切り替え、なおも攻め立てました。ここまで激闘を続けていた三好勢にも疲れが見え始め、みるみる味方の兵が少なくなっていきます。ついに敗北を悟った正康は最後に華々しく切り込もうとしますが、家臣にいさめられて松水城への退却を余儀なくされたのです。野戦で勝利を収めた長宗我部軍は続く追撃戦でも多くの敵を討ち取り、松水城を完全に包囲したのです。この激戦で長宗我部軍は600人、三好勢は800人の戦死者を出したといいます。松水城包囲戦。
長宗我部軍は正康がこもる正髄城を包囲し、敵が音を上げるのを待ちました。ところが季節は秋雨の時期、思わぬ敵が土佐兵たちに襲いかかるのです。9月初めから降り続いた雨は一向に止まず、ついには大雨となりました。そして9月5日、長宗我部軍の後方を流れる吉野川が決壊したのです。この天正十年洪水と呼ばれる天災は、正髄城周辺の平野部を湖と化し、大河の洪水に不慣れな土佐兵は大混乱になったと伝わっています。逃げ遅れた長宗我部の兵たちは民家の屋根や樹木などに登って避難するしかありませんでした。すると籠城していた三好勢は小舟を次々に繰り出してこぎ寄せ、身動きできない土佐兵たちを片っ端から槍で串刺しにしたのです。後に阿波で流行した鳥刺し舞という芸能はこの戦いが起源だとされていますね。やがて雨が止み、水が引いてくると、長宗我部軍の総攻撃が始まりました。城のそこかしこで白兵戦が展開され、味方を無残に殺された長宗我部軍は復讐の念に燃えて激しく攻め立てました。最後まで城を守ろうとした正康でしたが、もはや落城は免れないと悟ります。そして9月21日、元親からの降伏勧告を受け入れて讃岐の虎丸城へ退去していきました。この一連の戦いで三好方は七条孫次郎兼中、矢野虎村たち主だった重臣が討ち死にし、阿波を失うこととなりました。また讃岐へ退去した正康もその後、長宗我部軍の攻撃を支えきれなくなり、羽柴秀吉を頼って落ち延びていくのです。それから5年後の辺津川の戦いにおいて、皮肉にも祖豪正康と長宗我部元親は軍人を並べて味方同士となっています。やはり怨恨は残り続けたのでしょう。真っ向から意見が食い違い、その結果惨めな敗北を喫したのでした。ちなみに辺津川の戦いで敗北のきっかけとなった戦国秀久についてまとめた動画もありますので、興味のある方はこちらから見られます。中富川の戦いのまとめ。中富川の戦いは長宗我部氏の勝利に終わり、三好氏は名実ともに歴史の表舞台から姿を消すこととなりました。しかし長宗我部氏もまた1585年に秀吉による征伐を受け、四国全土を我がものにするという夢が消え去ってしまったのです。三好氏と長宗我部氏の因縁はそればかりではありません。大阪の陣の折、浪人だった元親の息子森親は大阪城へ入城しますが、なんと同じ陣営にいたのは祖豪正康の息子正秀でした。この奇妙な縁でつながった両家を思うと、歴史の不思議さを感じずにはいられません。ちなみに長宗我部森親についてまとめた動画もありますので、興味のある方はこちらから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。